どうも皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、おじチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。本日は私が最近ルーティーンとしていることを皆様に共有したいと思います。はい、スタート。今日も最高の一日だったな。最高に幸せな一日だった。仕事があって、働けて、車があって、通勤できて、今前にのどかな田園風景が広がっています。田んぼがあります。豊かな緑があって、今日は暑くなりそうですが晴れてます。綺麗な青空を見れて本当に恵まれた環境に生きているって思います。今日も最高の一日だった。今日も幸せな一日だったな。最高の一日だった。幸せな私は。ということで、すみません、こんな時間までお付き合いいただいた方本当にありがとうございます。このようにですね、まず朝にもう今日最高の一日だったなって、自分が望む一日をもう言葉にしちゃう、アファメーション、肯定的な宣言をすることに似てるんですけれども、もう宣言しちゃうんですよね。自分がしたい一日であるということをもう朝のうちに宣言しちゃう。そうすることでその日一日のものの見え方が違ってきたりとか、自分の表情だとか、その日一日の在り方っていうのにほんの少しだけでも影響があればいいなって思います。そして現実にそのような一日になっていくと信じて、このようなルーティンを最近行っています。そう、本当は皆さん、みんな何かしら幸せな部分ってあると思います。いや、まあでもその外的要因でどうしても苦しい状況にいたりとか、そのように考えられない時期があるのも分かります。悲しむべき時は悲しむべきだと思いますし、常に明るくいることなんてできないと思います。でもあなたが望む未来を引き寄せるのはあなた自身です。そして私の望む未来を引き寄せるのも私自身だから、自分自身を変えて自分自身が望む未来を手に入れます。そして望む未来とは今の連続、今を充実して生きて、私自身楽しく笑って生きていこうと思います。ちょっと大げさなお話になっちゃいましたが、今日のお話はここまでです。ご視聴ありがとうございます。またよろしければ覗いていってね。ということで、さようなら。なんか締めが分かんなくなっちゃった。